はい、公認会計士税理士の山田真也です。発注会社側から見る消費税インボイス制度、来年10月以降個人事業主を取引から追放せよは正解かです。お送りする内容はインボイス制度とは何か、インボイス前とインボイス後の違い、消費税の仕組み、個人事業主はなぜインボイス登録をしないのか、会社はまず何をすべきか、しばらくは経過措置があるよ、今会社が確認すべきこと、他についてお話ししていきたいと思います。というわけで、これまでインボイス制度についてはこのチャンネルでは何度か取り上げてまいりましたが、これまではずっと個人事業主側、フリーランス側の視点からの解説をしてまいりました。しかし今回は初めてその個人事業主やフリーランスに仕事を発注する側からのインボイス制度解説です。ですので、個人事業主やフリーランスの皆様がこの動画をご覧になる際はですね、全部立場が逆になるという見方で見てください。そしてこの動画の特徴は前振りが非常に長いです。つまりインボイス制度のある程度の解説をしてから後半部分でようやく本編、つまりじゃあ会社は今何をすればいいんだという話をします。ですのでインボイス制度についてほぼほぼ理解している方はですね、後半からご覧ください。ただなんとなくしか理解しないよという方はですね、ぜひ最初から頑張ってご覧ください。それではまずですね、インボイス制度なんですけども、消費税のルール変更です。国が定めた請求書、これをインボイスと呼ぶんですけど、このインボイスで取引をしなければなりませんというルールです。で、なんでかっていうと、ざっくり平たく言うと脱税の防止です。詳しくは過去の動画をご参照ください。で、この結果、国が定めた請求書、インボイスを発行できない、したくてもできない小さな会社や個人事業主との取引はしない方が有利というのが今回のインボイス制度です。で、これが2023年の10月からスタートします。あれ、なんか意味よくわかんないなという方はですね、今からちゃんと丁寧に解説してまいりますのでご覧ください。個人事業主に仕事を発注している会社の皆様、これまではですね、年間売上がだいたい1000万円以下の小さな会社やフリーランス、エンジニア、クリエイター、アーティスト、ライターといった個人事業主に対してですね、報酬が1万円だとしたら、プラス消費税 10% の1000円を足して払ってた会社、結構多いと思うんですね。で、この場合ですね、これまで皆さんの会社もですね、まあどんな請求書でもですね、まあ請求書来たら、それで消費税足して払ったり、消費税1000円って書かれたら、まあそれ通りに払ってた会社、結構多いと思うんですね。それが2023年10月以降はですね、インボイス制度が導入された結果、個人事業主の方から国が認めてない請求書を出されてしまうとですね、消費税法上の経費にならないんですね。つまり1万円に1000円をプラスしてましたが、その1000円は無駄金と言いますか、消費税法上は認められない1000円になっちゃうんですね。かたや個人事業主にですね、ちゃんとインボイス制度に登録してもらえば、国が認めた請求書、これ正式名称は適格請求書って言うんですけど、通称インボイスですね。こちらのインボイスをもらうことができれば、消費税法上の経費にちゃんとなるんですね。ちなみにこの請求書っていうのはですね、特定のフォーマットがまたあるわけじゃなくて、国の方でね、いくつかこれとこれとこれは入れなさいっていうのがあるんですけども、右側にですね、登録番号ちゃんと書いてますね。そして真ん中辺にですね、本体価格と消費税を分けて記載している。まあこういったですね、要件があれば、それは適格請求書、インボイスになります。で、この登録番号がね、ついてるかどうかっていうのが非常に肝になってきます。ちなみに、個人事業主の方々がインボイス番号を取得するためのインボイス登録方法につきましては、こちらの過去の動画をご参照ください。ではですね、消費税法上の経費になるならないって一体どういうことなのか解説したいと思います。例えば皆様の会社が一般消費者とかいろんな取引先にですね、まあ、3000円売りましたと。そうすると300円消費税もらえますね。そして皆さんは外注先の個人事業主とかにですね、1000円払いました。で、消費税100円乗っけてます。つまり300円もらって100円払う、その差額の200円を納税するよ。これが消費税の基本です。これをですね、バトンリレー方式と言います。これがインボイス制度が導入されると、300円ちゃんともらったよっていう適格請求書インボイスと、100円ちゃんと払ったよっていう適格請求書、これもインボイスですね。このもらった消費税、払った消費税、両方の証拠が必要になるんですね。その証拠がインボイスということです。つまり税務署側は、もらった消費税、払った消費税、両方ちゃんとインボイス番号ついてますかと、税務署が後追いで調べても大丈夫ですね、税務署は全部取引を監視しますよ、というのがインボイス制度なんですね。こうすることによって消費税の脱税を防ぐわけです。それがですよ、インボイス導入後に
個人事業主にですね、100円払いました。でもその個人事業主がインボイス制度に登録してないばっかりに普通の請求書がやってきた。これだと消費税100円払ったよっていう証拠がないのと一緒なんですね。実際にちゃんと振込で払ってるじゃないですかって言っても、いやそれはもうインボイスがないから払ったとは認めませんと。するとどうなるかというと、300円もらいました、100円払ったのは認められない、結果もらった消費税300円、払った消費税が0円というふうにカウントされるので、差額の300円、要はもらった消費税をまるまる税務署に納めなきゃいけない、これ税負担重くなりますよね。だから会社としてはですね、今後ちゃんと適格請求書インボイスをくれる人と取引したいなっていうふうになるわけなんですね。その方が消費税の負担が減るんですね。じゃあ個人事業主の皆さんはインボイスに登録したらいいじゃないかと思うじゃないですか。しかし個人事業主の中にはインボイスに登録したくない、登録できないという方もいらっしゃるわけなんです。話はインボイス導入前、現在に戻るんですけれども、会社のですね、外注先たくさんあると思うんですけれども、実はですね、その外注先の年間売上が1000万円以下なのか1000万円以上なのかによって外注さんの中で税負担が全然違うんですよ。ものすごくざっくりに言うと、年間売上が1000万円以下の左の緑の方の場合はですね、1万円に1000円足して払ってて、それで終わり。しかし右側の年間売上1000万円超のヒゲのおじさんに払ってた1万円プラス1000円に関しては、このおじさんはもらった消費税1000円のうち最大マックス1000円をですね、税務署に納めてたんですね。つまり会社にとっては同じ額払ってても、実際その消費税が納められたかどうかっていうのはその外注さんの年収次第だったんですね。なんでそういう違いが起きるかというと、消費税を納めるのもですね、ちゃんと計算して消費税申告して提出するってやはり手間じゃないですか。なので税務署的にはですね、小さな事業者は消費税を免除しますと、こういう制度が消費税がスタートした1989年からずっとあったんですね。その結果、年間売上が1000万円以下の個人事業主や小さな会社はですね、消費税を納めなくていいので、もらった1000円は、そのままもらえると。つまりこれ益税って言うんですけども、こういうちょっと有利な状態だったんですね。詳しい話はまた後でします。それが2023年10月以降のインボイス制度が開始されると、個人事業主もですね、じゃあ僕もインボイスやりますと。でインボイスやるよってことは、インボイス制度は消費税の制度なんで、イコール消費税納めますよと同義ですからね。ですから個人事業主がインボイス制度に登録すると、これまでそのままもらえてた1000円の益税部分がですね、なくなっちゃうんですね。なぜなら納めなきゃいけなくなっちゃうから。なので実質売上がですね 10% 減っちゃうと。これはですね、生活にとってね、死活問題ですよね。さらに言うとですね、今はねインボイス制度に登録すると本名がバレてしまうから出したくないとか、インボイス制度にそもそも反対だとか、いろんな事情がありまして、インボイス制度に登録しない個人事業主結構多いと思います。そんな中、会社は一体何をすべきなのか。ここまでが前振りでした。今からようやく本題に入ります。まずはですね、1、皆様の外注先の方々がインボイス制度に登録するのかしないのか、これを確認しましょう。年間売上が1000万円以上ありそうな方は、まず間違いなくインボイス制度に登録すると思います。なぜなら元々消費税を納めてますからね。なのでそういう方々に関しては、2、インボイス番号を会計システムとかに登録しましょう。こちらですね、インボイス公表サイトがありますので、こちらですね、外注先の方が申請してくるインボイス番号が本当に正しいかどうかを確認することができます。こちらにですね、13桁の番号を入れれば、このようにですね、山田信也はちゃんとね登録されてますね。つまりこの番号がついた請求書をもらえば、それは消費税をちゃんと払ったねという証拠になるということです。一方ですね、右側緑の方のようにインボイス制度に登録してないよという方についてはですね、3、インボイス制度に登録しませんかというふうに要請をまずします。で要請の結果、インボイス制度に登録しますと、売上1000万円以下だけど今度から登録することにしましたというね場合は、インボイス番号を登録すればいいと思うんですが、それを拒否された場合ですね、どうするか。会社側には3つの選択肢があります。それはこれまで通り消費税分を支払う、消費税部分をカットする、そしてもうこの取引から追放する、排除する、除外する、というこの3択です。3択について詳しく見ていきましょう。まずですね、消費税分を支払うという選択があります。こちらはですね、純粋に会社の負担増です。なので会社の負担が増えても経営的に大丈夫だったらこれも手だと思います。ただですね、消費税が今 10% ですけど、今後ね 12% 15% と上がっていくと思いますので、その時どうするかっていうのはまた考えなきゃいけません。そして2番、カットする。これもですね、いくらにするかっていうことをですね、交渉しなきゃいけないっていうふうに今公正取引委員会の方で指示が出されています。
やいやもう全額カット勝手にすればいいじゃんと思うかもしれませんが、これはですね独占禁止法で禁止されている優越的地位の乱用だったりとかですね、あと資本金がね1000万円超える会社については下請け法の問題が発生します。ですしそもそもですね売上1000万円以下の個人事業主もですね消費税 10% 丸々もらってただけかというとそういうわけじゃないですよね。実際は例えば消費税 10% の1000円もらったとしてもなんだかんだ機材だったりとかパソコンだったりとか交通費だったりとか細々とですね消費税は払ってるんですよ。例えばこれで言うと200円払ってますと、だったら1000円丸々カットしてしまうとこのね個人事業主が払った200円はどうなんだと、こういう問題も起きてくるので結果的にですね全額カットやっぱりおかしいなということになるんですね。なので今ね公正取引委員会が言ってるのは基本的には個別に交渉してくださいと。ただですね実務上ですよ、外注先が100、200だった場合本当に個別に交渉できるのかというところですよね。なので現実的には一応一律でそんなに外注先に負担が重くならないようにちょっとカットして、でそこに不満がある方については個別に交渉してみたいなすごいややこしいことが今後起きそうです。だからこの辺公正取引委員会がですねちょっと個人事業主保護をね言い過ぎてるために会社にとってはものすごい負担の作業になってます。なのでこういった個別交渉がもはやめんどくさいってことであればもう追放した方がいいじゃないかと思う経営者もですねきっといっぱい出てくるんだと思います。つまり一つ一つ交渉するのがめんどくさいですからね。インボイス制度の登録を要請して断った人に関してはもう取引から除外しますと、こういうのも結構増えると思います。もちろんねインボイス制度を理由に契約を切るわけにはいかないので、多分他の理由をつけて自然とですね発注しないということが起きるんじゃないかなというふうに思われます。これもね本当に非常な本当にひどい話だと思うんですが、インボイス制度はこういうことが起きるから税理士会をはじめですねいろんな団体がずっと反対してきたわけなんですよ。ただね日本は民主主義ですから選挙の結果結局インボイス制度は導入されることになってますので、こういった非常な決断をですね会社が迫られていると、現在はこういう状況になってます。ちなみに3の追放するですけど、すでに実際やった業界私知ってます。テレビ局の多くがすでにこれやってます。数年前なんですけどテレビ局の方でですねこれまで個人のディレクターとかカメラマンとかいっぱいいたんですけども、もう個人事業主とは取引しませんと、会社じゃないとダメですというですねルールができたんですね。その結果テレビ業界何が起きたかというと、個人事業主でやった方は会社を作るとか、あとはどこかの制作会社に席だけ置くと、つまり名前だけ置いてもらうと、でその制作会社経由でギャラをもらう、こういった形になったんですね。これは表向きはですねコンプライアンス対策だったんですけども、実際はねインボイス制度導入を見越して個人事業主と取引しない、個人事業主を除外するということをですねやったんじゃないかなというふうにも言われております。もちろんね会社を作ったとしても売上1000万円未満だった場合はね消費税が免除なんですけども、今後はですね会社かつインボイス登録が義務みたいな感じになるかもしれませんね。というわけでインボイス制度導入は会社側にとって非常に手間が増えますし、考えなきゃいけないことがたくさん出てくるのでほとんどいいことがないわけなんですが、ちょっとだけですね優遇措置もあります。それが経過措置と言われるものです。2023年10月のインボイス制度導入から3年間についてはですね、仮に外注先がインボイス制度に登録してなくて普通の請求書をですねこれまで通り送ってきたとしても、100円払った場合そのうちの80円部分つまり 80% については消費税を払ったものとして認められますと、まあ、これ 80% 控除って言うんですけども、結局300円もらって80円払ったってことになりますので、差額の220円を納めればいいというのが3年間だけ続きます。ちなみにこの経過措置はですね会社側にとって有利な話であって、外注先のですね個人事業主にとって別に損とか得とかは全くないです。外注先にとっては全く関係ない制度だと思ってください。そしてインボイス制度導入4年目の2026年10月から3年間については 50% 控除と言いまして、普通の請求書で来ても半分の50円については経費として認めますよ。だから300円もらって50円払ったってことで250円納めればいいという制度になってます。で2029年の10月からはですね経過措置が終了ということで、最初の仕組み通り普通の請求書をもらった場合は消費税を払ったとしてもそれは消費税法上の経費としては認められないということで、300円もらって0円払った差額の300円、結局そのまま全額税務署に納めなきゃいけないということになります。消費税分を払ってしまうと丸々損をするというのが2029年の10月からスタートします。つまり6年間の間に外注債の支払いを何とかしなさいよというのがこの6年間の猶予期間みたいなものです。
というわけで、今ですね、この動画2022年の7月に撮ってるんですけども、今会社が確認すべきことは何なのかまとめます。まずは外注先の方々のうち、年間売上1000万円以下の個人事業主や小さな会社の数は一体どれぐらいあるのかっていうのを把握しましょう。だってね、基本会社が終わってね、外注先の年収知らないわけじゃないですか。まずこの数をね、確認する必要がありますよね。インボイス制度が始まるので、インボイス制度に入ってくださいねっていうね、要請の紙とともにですね、こういったことがね、わかるようなアンケートが必要になると思います。そしてですね、現状の取引、例えば請求書に10万円とあった場合ですね、これが税込みなのか消費税なしなのか、これを確認しましょう。つまりその10万円が税込み10万円という契約だった場合は、今後ですね、消費税分のね、値下げ交渉が必要になってきますし、消費税なかった場合はですね、今後もね、そのまま消費税なしでやり取りすればいいだけです。そして会社の方針を決めましょう。つまり今後も消費税を負担し続けるのか、個別に交渉していくというやり方なのか、もうインボイスを強制する、つまりインボイス要請してインボイスやりませんっていう方に関しては、もうその個人事業主は追放する、つまり取引から除外するという方針を決める必要があります。最後にですね、質問が多い事項についてお答えしていきたいと思います。まずですね、インボイス導入開始2023年10月以降はですね、インボイス登録してない人が請求書にですね、消費税いくらっていうふうに記載した場合ですね、これは法律違反ですから罰則があります。つまり1年以下の懲役または50万以下の罰金です。なので会社側がですね、いやもうインボイス登録してなくてもとりあえず消費税って書いて登録番号適当に振ればみたいなことを言ってしまうと、それはですね、犯罪の補助になりますから気をつけてください。そして海外在住のね、個人事業主に外注するっていうのもね、最近結構多いんですが、こちらの場合はですね、今もそして今後もですね、消費税はそもそも関係ないです。消費税というのはあくまでも国内取引が前提なので、海外に関しては消費税の今回のね、インボイス問題も関係ないと思っていただいて大丈夫です。そして役者さんとか作家さんとかにも多いんですけども、請求書を発行しない個人事業主ですね、つまり会社側が支払い通知書みたいな感じでですね、本体価格いくらで消費税いくら払えますよっていう会社側が出す場合はですね、これもインボイス制度導入後はですね、その個人事業主の方々からインボイス番号を聞いて、それを支払い通知書に乗っけて出す必要がありますから、結局外注の方々がインボイス制度に登録するかどうか、これによって払う額が変わってくると思います。というわけで今回は発注会社側から見たですね、インボイス制度について解説しましたが、インボイス制度についてはですね、まだまだ論点がありますので、ちょっとね、このチャンネルのライフハークにもなると思いますので、よかったらチャンネル登録をしていただいて、インボイス制度チェックしていただければと思います。というわけで、このチャンネルは税金ベース都市経済のお得な情報とかですね、インボイス制度のような国が勝手に始めたややこしい制度についてできる限り分かりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。そして私がやっている芸能界専門の会計事務所、芸能文化税理士法人ではですね、求人募集中だったんですけども、もうそろそろ終了する予定です。というわけで本日はこのあたりで、またお会いいたしましょう。バイバイ。